久保さん、久保さん、鋼の、鋼のメンタルっすね。<laughs> 僕はね、あの、まあ、なんですかね、一番最初にその尾崎豊さんのその卒業にふ、あの、僕が共感したのは、親の支配なんですよね。これは多分、ある一定までは絶対、まあ、もちろん支配されてると思ってる、受け取ってる自分自身の問題なんですけども、ただ、もう親元出たいなってずっと思ってたんですよ。うーん。 親の支配から、まあ、まあ、まあ、受け取ってる僕がそう思ってるだけの話なんだけども、でも、なんだ、実際そういうのはあると思うんですよね。そういうのあるというか、親の管理下にいる。要は、例えば、うーん、あと社会に出れないですよね。小学校の時に自分で働いて自分で自立するっていうのは難しいですよね。誰も雇っどこの会社もやっとってくれないじゃないですか。 うん、まあ新聞配達みたいなのもあるかも分かんないですけどね小学校からできんのか分かんないですけどねうんだから早くその大人になりたいなっていうね、うん、子供子供例えばお酒とかタバコもね国に支配されてるじゃないですかまあ別に吸吸ね吸ってましたけど <laughs> なんか正々堂々とはできないですよね、うん、だからタバコも隠れて吸わんとあかんし酒も隠れて飲まんとあかんし ね、合法ではないので <laughs> なんかそういうしがらみは僕が感じましたよねここ子供なりのし,しがらみうんだから思春期とかもなんか大人になるにつれてその大人の考え方も芽生えるんだけど子供として生きていかないといけない子供ができる範囲のことでしかできないでも考え方は大人になっていくだけど今は子供みたいなねうんタバコは吸いたいけど 許されなないいみたいなね。だから隠れて吸うっていうねでもそれも考え受け取り方次第でそんなの関係ねえみたいなねそんなの関係ねえっつっていやそんな法律とか関係ないとね酒なんか飲めばいいんだよと小学生だけでもタバコバンバン吸えばいいんだみたいなねまあそういう考え方もあるだろうし支配と、うん、受け取らない国のルールとか法律を支配と受け取らなければ何でもできますよね 強盗、窃盗、殺人ね、ね、それは関係ねえみたいなね。<laughs> 俺は自由だと。何にも支配されてないと。憲法やルールにも支配されないんだと。ね。警察にも支配されないんだっつってね。<laughs> 強盗、窃盗するみたいなね。<laughs> まあ、今、行き過ぎた話ですけど、僕は尾崎豊さんの一番最初にその心打たれたまあ中学校の時なんで。 そうなんか親の支配ですよねうんそう。親がうざいというか、まあ、思春期結構あると思うんですよね。久保さんはかんない、久保さんの思春期は僕は分かんないですけど、親がめっちゃうざいっていうね、もう近寄らないでみたいなうん、部屋に入ってくんなみたいな、なんかそういう時期がやっぱ思春期あったんで、まあ、それと親から卒業したいみたいなね、非常にありましたね。だ僕はもう えーまあ、スポーツやってたっていうのもありますけどもうすぐもう高校は親元出るっていうのは決めてたんでうんもう中学校卒業してから親元全部出て高校も大学ももちろん親元出てますしうんそう、まあ、親には感謝してるけどまあ今はねそうは思わないですけどやっぱ思春期の頃は感謝もクソもないというかな何すかねあの思春期の頃ってうん なとにかく親が嫌いでしたね、僕は。なんか言われんのが嫌でしたね、親から言われんのが。ああだこうだ言われんのが。ねお親とし、親としては子供をどうのこうのっていうお親のおせっかいですよね。親のおせっかいがめちゃめちゃきついっていうね。<laughs> 親のおせっかいがマジできついっていう。うん。そう、はい。山本太郎さんも、まあ、お,おせっかいですよね。 でもそのおせっかいをどう受け取るかですよね、結局。親のおせっかいをどう受け取るかっていう。いってらっしゃい。